ブンブン、ハロー YouTube、 どうも、マサルです。今回は、先日もお伝えした iPhone の膨張問題についてご紹介します。この問題は iPhone 8 Plus に起こっている問題で、iPhone を買った直後、中に搭載されているバッテリーが膨張することによって、iPhone 全体が膨らんでしまうという問題です。今まで台湾や日本、香港、カナダ、ギリシャなどでこの問題が報告されていましたが、先日新たに中国でも同様の問題が報告されました。こちらのユーザーも買った直後全く操作してないにもかかわらず iPhone が膨張していたとのことです。この iPhone 8 Plus が膨張する問題についてははっきりとした原因は分かっていません。 Apple に問い合わせた結果、現在原因を調査している最中とのことでした。今のところ iPhone 8 Plus を買った直後に発生していますが、しばらく使い続けて自分の端末には問題が起きてないから大丈夫とは思わない方がいいです。というのも、スマートフォンに搭載されているバッテリーは衝撃を加えた際に膨張してしまったり、最悪の場合爆発してしまったりすることがあります。 iPhone 8 Plus をこのまま使い続けると、もし何かの拍子に床に落としたりなどした時に膨張あるいは爆発してしまう可能性もありますので、とにかく iPhone 8 Plus をお使いの方は慎重に使用することをお勧めします。そしてここからは個人的に最近気になっていることを紹介したいと思います。よく自分は情報収集のためにインプレスという会社が運営している携帯ウォッチっていうサイトを見ているんですが、今回起きている iPhone 8 Plus の膨張問題、未だに取り扱われていません。この iPhone 8 Plus の膨張問題は、知らずに使っていると危険な状態になる可能性もありますので、メディアとしては必ず優先して報道しないといけない内容なんですが、なぜか携帯ウォッチではこの内容が取り上げられていません。Apple から賄賂を受け取っているのか、それとも Apple の発表会に優先的に招待してもらうためなのか、その辺の理由はわかりませんが、やはりメディアとしてはきちんとこの問題取り上げるべきだと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。